皆さんこんにちは。では今日は12日目です。覚えたフレーズちょっと似てますけども、今日覚えるのはこういうフレーズです。みそみでしれです。でここまで僕も何回も繰り返して言ってきてますので、多分大丈夫かと思いますが、できるだけ綺麗な音でゆっくり丁寧に鳴らすことをちゃんと忘れないでください。そして指はできるだけリラックスできていることが大事なので、このフレーズを吹くためにはどの指をどういうふうに動かすのかっていうのをゆっくりから始めて、ちゃんと頭の中で理解しているよ、していくように練習してみてください。最初はすごく考えながらやらないと、できるようになりません。でこの最初はゆっくりすぎるな、考えすぎてるなっていうぐらいでもいいんですよ。それをいいんですよって変な感じですね。たくさんこう自分の中で繰り返し練習していって、その練習を蓄積していくことによって、そのうち頭は自分でこう意識して考えなくても勝手にそれを処理してくれるようになるので、それを目指してます。なのでまずはやったことがない動きの場合が多いと思いますので、しっかりと間違いのないようにこのフレーズを吹くためには、指はこういう風な動きがあるんだなっていうのをちゃんと頭にインプットしてあげていってください。ではそうですね、このフレーズもきっともうここまで頑張っている皆さんだったら問題なくクリアできると思うので、ちょっとこの後後半の方でやるテクニックについてお紹介しましょう。ぜひね、今日のこのみそみでしれっていうのでも応用が効くので、ぜひやってみてください。それは、まあ、今は全部タンギングで、とやってますが、実際に曲を吹くときには全ての音を、例えばみたいなタンギングだけでやることはめったにないと思います。まあ、タンギングとスラーっていうのをつなげてやっていくんですけども、例えばこのミソミレシレだと、このミソミっていうのをつなげるっていうか、音の塊でつなげるっていうやつですね。今までは全部の音をタンギングを使って切っていたんですけども、もしこのっていうのはもうできるようになってきたっていう方は、ミソミの最初のミの音だけタンギングで出して、あとは全部息をつなげて吹きます。ありますかね、最初のミの音を出す時だけタンギングを使ってます。でこれを同じことをミソミレシレのレシレでも同じようにやります。今はの音をタンギングで切ってますが、レシレの最初のレだけこれをミソミレシレをやると、みそみみそみレシレみそみレシレみそみレシレ、この今タタタタって鳴らしているところでタンギングを使ってます。みそみレシレ、こういう風にまとめて吹くことがあります。だけど、まあ、これも絶対っていうことはないので、曲とか吹きたい音によってタンギングは、例えばタタタタタタはみそみれしでみそみれしでってタンギング使ってます。それはやっぱタンギングを使うとリズムが結構立ってくるので、僕はこのみそみれしでってタンタタンタってリズムを出したいなと思って吹いてます。
で、そういう時はタンタッタタンタン、ミソミレシレ、ミソミレシレっていう風にタンギングを使って吹いてます。ミソミレシレ、こう結構指パッチの音だけでも分かると思うんですけど、ミソミレシレ、ミソミレシレってやると、ミソミレシレ、ミソミレシレっていうので、結構メロディーとかにリズムが生まれたりとか、ノリが変わってきたりします。なので、そういうのも人によって表現の仕方がいろいろ違うので、なんか見てますが、 YouTube とかでいろんな人のいろんなバージョン、バリエーションを聞いてみて、あ、この人の感じ好きだなっていう、最終的にはやっぱり自分がどういう風に吹きたいのかっていうのをイメージできないと、その通り吹くことができないので、自分の好きな吹きメロディーの歌い方とかをいろんな人の演奏を聞いて勉強して、イメージを作っていくってことが大事なので、ぜひいろんな人のやつを聞いてみてください。じゃあここまで B パートをつなげてみましょう。一旦ちょっと全部タンギングでつなげます。練習してみてください。それではあと2日で一旦メロディーは全部終わります。もし何かよくわからないこととかあったら、コメントの方にお願いします。高評価とかチャンネル登録まだの方がいたら、ぜひ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。